ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。クラブピンウィールラザニア 100g あたり214円で3026円です。デリカコーナーでメルマガ掲載の新商品です。加工日は今日、消費期限は明後日です。トマトソースが漏れてしまっていたので袋に入れててよかったです。マッシュポテトとモッツァレラチーズをラザニアシートで巻いた上にボイルズワイガニがたっぷり乗っかってて華やかです。アルミトレーのまま180度に予熱したオーブンで30分加熱しました。モッツァレラが伸びてサービングしづらいんですけれども美味しそうですよね。マッシュポテトとモッツァレラとトマトソースのラザニアなのでもう美味しいに決まってますけれども、カニはパサパサしてます。トマトソースの水分で食べられるって感じですね。心配だった生臭さはなくて、まあまあです。悪くはないんですけれども家族にはいまいちだったのでリピはなしです。コストコ限定一風堂つけ麺濃厚魚介豚骨8食入り1798円です。製造は長野県、賞味期限は8月22日です。約6週間です。麺とスープがそれぞれ8個ずつです。スープは 150ml の熱湯で溶きます。豚水ではギリギリだったのでスープボールにすればよかったです。茹で時間は4分から4分半。茹で上がったらザルにあげて冷水にさらします。私は熱盛り派なのでもう一度湯通しします。ここで面倒くさがって冷水にさらさないと麺がくっついて食べづらいです。チャーシューや煮卵など気の利いたトッピングを用意していなかったので小松菜と豚肉をごま油で炒めたものとゆで卵をのせました。スープが濃厚すぎてしょっぱいので粉とお湯を追加しました。魚介粉末の出汁が効いててつるんとした麺にも合ってて美味しかったです。1食分は麺とスープを合わせて562kcalです。有機ホワイトブレッド 400g が2袋968円です。パンコーナーの新商品です。原産国はイタリア、賞味期限は9月1日です。約2ヶ月です。長さは20センチくらい、幅は10センチ。スライスチーズサイズです。1袋に17枚入っていました。1枚あたりは 71.7kcalです。食器洗いスポンジのようなパサッとしたパンなので、そのまま食べるよりもトーストかサンドイッチが良いと思います。とてもシンプルな味わいなので、トーストしてからバターを塗ったり、サンドイッチにしたら、まあ、映えますし、時間が経ってしっとりしたら美味しかったです。ミニサイズのサンドイッチなので切らなくても食べやすいです。でもリピしないかもしれない。ビソツキーマンゴー&パッションフルーツティー80バッグ入り2298円から500円オフです。原産国はイスラエル、賞味期限は2026年の1月です。約1年半です。冷水 200ml に浸して5分置きました。実物はもっと鮮やかな色で綺麗です。マンゴーとパッションフルーツは香料として加わっているみたいですが、あまりわからないです。ローズヒップハイビスカスティーの酸味とアップルティーの優しい甘みを足した感じで、私の好みの味です。ホットでも美味しいです。ピラミッド型なので抽出しやすいですね。信州8割生そば 110g が2袋入っているものが4袋1180円です。1食あたりは 147.5 円。製造は長野県、賞味期限は9月1日です。約2ヶ月です。盛りそばにする場合の茹で時間は4分。茹で上がったらザルにあげて冷水で洗います。つゆなしで1人分 147.5 円はちょっとお高く感じましたが、コシしっかりでとても美味しいお蕎麦です。ふるったふるったガバレモングリーンティー 960g が2本、1380円です。メルマガ掲載の新商品です。原産国は台湾、賞味期限は9月27日です。約2ヶ月です。軽く振ってから注ぎます。食物繊維を感じる濃厚さでティーというよりはスムージーです。
緑茶感はよくわかりませんが、グリーンガバと多分レモンもグリーンだと思います。青臭いというかハーブっぽいというかカメムシ、よく言えば爽やかなのかもですが、我が家では不評でしたので、まあ、私がね頑張って飲みます。 100g あたりは57キロカロリーで、ビタミン C は105ミリグラム。甘さ控えめなので食事には合うかなと思います。レンコンクリスプ、韓国の部学です。 200g 入り1598円です。原産国は韓国、賞味期限は来年の6月です。約11ヶ月です。ジッパーバッグでシリカゲル入りなのは親切ですね。 100g あたりは477キロカロリー。この 30g ですと143キロカロリーです。厚さは3ミリくらいです。原材料から察するに、レンコンスライスに米粉と片栗粉と玉ねぎパウダーを混ぜたものをまぶしてから、米油で揚げて塩と砂糖をまぶしたのかなと思うんですけど、ちょっとねよくわかんないんですけれども、あの素揚げではないと思います。私が作るチップスは塩味なんですけれども、これはお砂糖も使った甘口です。塩とお砂糖が絶妙なバランスで、厚さも絶妙でパリッとして美味しいです。サラダにしても美味しかったです。ロメインレタスと合わせてから粉チーズをかけてシーザーサラダドレッシングをかけました。有機プランテンバナナチップス 567g 1398円です。原産国はアメリカ、賞味期限は来年の4月です。約9ヶ月です。プランテンとは甘くない調理用のバナナだそうです。 100g あたりは540キロカロリー。この 40g ですと216キロカロリーなので高カロリーですね。リッチカットなので測りにくいんですけれども、3ミリくらいの厚切りです。意外にサクッと割れます。有機ココナッツオイルとヒマラヤピンクソルトを使用。お味にココナッツ感はないです。甘くて硬いバナナチップスは私はあまり好きではないんですけれども、これは程よい硬さと塩味でとても美味しいと思いました。マーケットをオーグラノーラバーベリーヨーグルト味15本入り1488円です。1本あたりは 99.2 円です。原産国は韓国、賞味期限は来年の4月です。約9ヶ月です。開封した途端にいかにも香料って感じのベリーが香ります。長さは10センチ、幅は36ミリ、厚さは2センチです。雷おこしのような見た目ですが、ぐにゃっと柔らかいです。原材料を見るといろいろ混ざっていますが、パッケージのイチジクからイメージするお味ではなかったです。甘酸っぱいグラノーラに丸ごとのアーモンドのアクセントが効いています。1本あたりは155キロカロリー。まずくはないんですけれども、期待していたものとは違ったのでリピはしないです。しめ鯖おぼろ昆布 100g あたり348円で1858円です。メルマガ掲載の新商品です。加工日は今日、消費期限は7月17日です。加工日含めて6日です。4枚個包装になっています。冷凍したいのでなるべく凍っているのを選んできました。すぐに食べない分は急いで冷凍室に入れます。食べやすくスライスしました。私はしめ鯖は苦手なんですけれども、これはおぼろ昆布が効いていますし、生臭さも弱くて食べやすかったです。家族には大好評でした。今週のお酒はファミマルサントリースーパーチューハイ無糖レモンです。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ありません。すっきりして美味しいです。メニューはしめ鯖、おぼろ昆布、レンコンクリスプ、有機バナナチップスとクラブピンウィールラザニア、マロンドールかぼちゃとブラックタイガーのオンサラダです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。